はい、どうもめちゃぬるです。本日私は舞浜駅の方にやってまいりまして、今からですねリゾートライナーに乗ってですねシェラトングランデ東京ベイさんの方にね向かっていこうかなというふうに思います。レイ君もね大はしゃぎですね。はい、まあこんな感じでですねとりあえずリゾートライナー来るまでね待ちたいと思います。今ね大阪から帰ってきて舞浜の方にやってまいりました。前回ね来た時気づきませんでしたけど、新しくね今建築中のホテルですね、外観黄色と淡いピンクなんですね。はい、ということでね、無事にチェックインが完了いたしまして、今日はね、886号室となりまして、トレジャーズルームというふうになってます。じゃあね、お部屋の方に向かっていきます。はい、じゃあね、8階の方に向かっていきます。はい、こちらに今8階のエレベーターホールにやってきました。もうね、ジャングルに来たような感じの装飾ですね。今日はね886号室なのでこちらのね左手の方になりますね。はい、やっぱりねこちらのホテルめちゃめちゃね部屋数が多いんでね広いです。はい、それではね本日のお部屋こちらの886号室となっております。はい、入っていきたいと思います。はい、こんな感じのねお部屋でございます。一度ね荷物を入れてカーテンね開けに来ました。ではねちょっとグッと見ていきましょうか。はい、やっぱりね内装新しくてね非常に綺麗ですね。そして今回のね景色、まあちょっとね残念な雨模様なんですが、まあベイビューですね、海が見える方で中庭がね見えます。こんな感じの景色のお部屋です。こんな感じですね。ではね、お部屋の詳細をサクッとね、行きましょうか。まずね、玄関です。こんな感じのね、淡いウッドが使われています。入っていただいて、右手ですね、こういった姿見の鏡がありまして、左手にはですね、クローゼット、バスローブとかね、クローゼットがございます。下にはね、体重計だったりね、アイロン台がございます。で、右手側開けていただきますと、ハンガーがあったりとか、室内着のね、浴衣がございます。そしてセキュリティボックスがね、ございまして、足元にはね、はい、こういったスリッパ類がございます。はい。ではですね、入っていただいて右手ですね、これ洗面台なんかもね、非常に綺麗になってますね。壁紙なんかも本当にジャングルっていう感じですね。はい。で、洗面台こんな感じで、コンパクトですけど、まあ非常にね、使いやすそうな感じですね。色鮮やかでいい感じです。はい。まあこんな感じのね、アメニティが置いてございます。そしてね、石鹸だったりとか、はい、ボディローションございますね。で、足元の方にはですね、こういったタオル類があります。で、お手洗いが一緒になってまして、ウォシュレットがね、このようについているという感じです。はい。で、引き出しの中、ここも空ですね。こちらも空という感じです。で、ドライヤーの方がね、こちらにございます。ちょっとね、開けてみましょうか。はい。ドライヤー意外とですね新しくなってまして、こちらのリニューアルされたお部屋からでしょうかね、ダイソンになってます。いいじゃないですか。そうそうそう、こういう感じでねお部屋は改装されててもドライヤーはね古い感じのままが結構多かったんですけど、これは嬉しいですね、ダイソン。はい、ということでねドライヤーは新しくなったということで、でこちらにね拡大鏡がねございます。そしてお風呂なんですけどね、こういった感じのユニットバスとなってまして、非常に新しい感じになってていいですね。はい、でシャンプー、ボディーローション、コンディショナーとかはね備え付けという感じになっております。そしてこちらのねレインシャワーはありませんので、湯を回していただくとねシャワーという感じですね。
はい。まあ、こんな感じのね、水圧となってます。ちょっと優しめでしょうかね。はい。なんかね、前回のお部屋の方が強かった気がします。お部屋の位置とかによるんでしょうかね。はい。ではね、水回りはこんな感じでございます。そして出ていただいてミニバーのね、コーナーがあって、グラス類がね、このようにありまして、コーヒーのね、ポットがございます。はい。ちょっと微妙に違うんですね。で、こういったね、ティーバッグがあったりとか、紅茶類がね、ございます。で、コーヒーに関しましてはね、ドリップのね、こういったものがね、ありますんで、まあ、お湯でも作れますし、当然ね、こちらのマシンを使って利用することもできるという感じです。で、お水はイロハスですね。はい。で、下の方には冷蔵庫がありますけども、空です。はい。自由に使っていただくことができます。そして、お部屋入っていただいてね、カラフルなゴミ箱だったりとか、あとはね、こういった感じで絵が飾られてて非常にいい感じですね。はい、そしてね、テレビ結構大きいですね。パナソニック製のテレビで、これもね、引っ張り出したりとかね、角度を変えたりとかね、自由にしていただくことができるようになっております。はい。で、こちらのね、ベッドパネルの方の壁紙なんかもね、やっぱり非常にいい色味でですね、新しくて綺麗ですね。はい。まあ、シンプルですけどいい感じですね。で、エアコンのね、コントローラーのございます。はい。で、ここら辺もね、ちょっと新しくなっててですね。はい。コンセント、USB-A とかね、あとはリーディング、読書灯とかですね、壁のライトとかね、こうやって調光がね、コントロールしていただくことができるという感じでございます。はい。で、電話機だったりとか、時計ですね。はい。で、中にはね、ティッシュがあったりね、しますね。はい。で、サウンドコアウォーキーっていうのがあるんですかね。これが、そういうものなんですね。これが、はい。ワイヤレススピーカーっていう感じでしょうかね。はい。で、奥進んでいただいて、結構ね、ゆったりしてる感じありますけどね。こちらがね、はい。一応ね、隣と繋ぐことはできますけども、今日はね、特段、予約してるわけじゃないので使いませんという感じですね。で、空気清浄機があって、まあ、こういう感じのね、ソファー、結構、ね、カーペットと色が合ってて非常にいい感じじゃないですか。お花なんかもね、飾られております。はい。そして、こちらのね、バルコニーがあるお部屋という感じになってますんで、まあね、ちょっと出ていただくことも一応可能ですけど、はい、出ていただくとね、まあこんな感じのね、ビューという感じになっております。あいにくの天気ですけど、結構開けてていい感じじゃないでしょうかね。はい。で、お部屋、こういう感じでございます。今日はね、こちらに一泊させていただくという感じでございます。いかがでしょうか。はい。ということでね、Wi-Fi 接続しましたので、速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。今日はね、結構速度出てますね。ダウンロード下りが 78.91Mbps、アップロード上りが 79.53Mbps で、もうバッチリですね。これだったらライブもサクサクじゃないかなと思います。はい。ということでですね、大阪の方からまた舞浜の方に戻ってきまして、今年のね、私メインのホテルとなりますよということで、ライブでもお話しさせていただきました。こちらのね、シェラトングランデ東京ベイさんの方に戻ってまいりました。まあやっぱりね、混雑していてですね、和室スイートなどはね、アップグレードやっぱり難しいという状況です。もうプラチナごときではもう和室スイートなどはね、なかなかアップグレードできないっていう感じですね、今はね。こちらのお部屋に関しましてはですね、2021年12月にですね、もう新リニューアル、改装がね、終了したばかりのお部屋となってます。もともとはですね、ペンタルームって言ってですね、ペンギンちゃんのね、キャラクタールームが、こちらになってたんですけど、これがね、改装されて、このトレジャールームという形になっております。で、びっくりしたのがですね、前回ね、泊まったパークウィングのね、お部屋に関しまして、ドライヤーは古いまんまだったんですけど、こちらのね、トレジャールームに関しましては、ドライヤーダイソンになってたりとか、まあ、やっぱりリニューアルされててね、非常にいい感じですね。はい。まあ、お部屋の感じ、ベースはね、大体一緒でございます。もう本当にね、内装が綺麗になったという感じなので、まあ、特段ね、まあ、新しいものっていうのは特段はないんですけれども、まあ、こちら、今日これからですね、まあ、ラウンジに関しましては、通常通り17時から19時でですね、カクテルタイムがありますんで、そちらの方に行ってですね、まあ、緩い感じでですね、もう何回も泊まってますからね、軽い感じで動画をね、お届けできればなというふうに思います。ということでね、ちょっとゆっくりさせていただいて、17時過ぎにですね、クラブラウンジの方に向かっていければなというふうに思います。ということで、後ほどクラブラウンジでお会いしましょう。
はい、今ね、ラウンジの方にご案内していただきましたが、今日もね、やっぱりね、混雑していてですね、60分制という感じになってますね。で、今ですね、16時50分ぐらいに、ね、来たんですけど、まあ一応8分ぐらいでね、席の方にご案内していただいて、今、レイクにね、リンゴジュースとポテトをね、いただいたという感じです。まあ、サクッとね、まあちょっとバッと持ってきて、またね、いただいてお部屋の方に戻ろうかなと思います。はい、とりあえずね、こんな感じでですね、持ってきました。やっぱりね、種類めちゃめちゃ豊富ですね。はい、美味しそうです。またね、いただいていきたいと思います。はい、ということでね、いただきます。うまい。メニューはね、前回来た時とちょっとね、違いますね。ご飯がですね、明太ご飯だったんでね。鮭とかは、ね、変わらない感じですけど、うん、もう完全にね、やっぱ飯ですね。うまい。めっちゃ濃厚なチーズスフレ、そしてゼリーですね。うん、うまはい、おはようございます。昨日もね、ぐっすり眠ることができました。レイクもね、疲れてたみたいで11時半ぐらいね、寝ましたね。今はね、元気にこうやって起きてますけれども、ということでね、まあこれからまだね、そんなに準備もしてないんですけども、このままで時間もねなくてですね、9時半なんですけど、10時でね、1階のレストランの朝食終わってしまいますんで、これから駆け込みでですね、行って、バーッと取ってですね、まあ、ゆっくり食べようかなという感じで考えております。ということで、ね、朝食取りに行きたいと思います。行ってまいります。はい。今ね、もう10時前、9時45分ということもあってね、特に並んでないんですけど、一応ね、ちょっと待たされてる感じですね。いや、なんか今日は落ち着いてる感じですね。はい、ということで時間もね、限られてましたので、こんな感じでね、ババンと持ってまいりました。もうね、今10時なので、もうね、基本的には取りに行くことができないという時間になっております。はい、ということでね、いただきます。早速レイ君の方にはね、パスタを、もうずっとね、レイ君麺ばっか食べてますね。はい、レイ君。はい、じゃあね、私の方もいただいていきたいと思います。まあ、こんな感じのね、なんか、混ぜて食べるやつもね、いただいたので、よく混ぜてね、これも食べていこうかなというふうに思います。美味しそう。鮭目玉焼きチャーハンみたいな感じかな。で、私の方はね、これからいただいていきます。うん、だけ。うん。エレ君。ひとまずね、ご飯は取れたので、ゆっくりね、食べ進めてお部屋の方にね、戻っていきたいと思います。今日はね、16時のレイトチェックアウトでね、 OK だったので、ゆっくりねさせていただこうかなと思います。はい、朝食ね、ごちそうさまでした。そしてね、お部屋の方に戻ってですね、結構ねゆっくりさせていただいて、もうなんやかんやね2時半回ってしまいましたので、これからですね、レイ君を遊ばせるのにですね、トレジャーランドの方にね行こうかなというふうに思います。で、そのままね、今日はねチェックアウトするのかなと思ってます。で、やっぱりね、朝食会場の方でもね、会話させていただいたんですけども、レストランの方はね、今日ね、土曜日並みだなぁなんておっしゃってたので、やっぱりね、この Q1 プロモーションでね、5月ぐらいまでこんな状況が続くんじゃないかなと、個人的には思っております。でも非常にね、満足いく、まあ、お部屋もね、綺麗ですしね、いいステイとなりました。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に私、ツイッター、LINE、インスタグラムやってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではですね、こういったホテル、宿泊レビューであったりとか、航空機搭乗レビュー、あと旅に関するお得情報など発信させていただいておりますんで、ぜひね、情報の取り逃し、お見逃しないようにですね、下のね、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回次の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。滑らないね滑らないじゃん。
入り際に寝てしまいました。